はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は6月22日火曜日、時刻の方は11時47分です。テレテテテーン、ピピオン。はい、そんなわけでね、今回はね、何か紹介じゃなくて聞きたい皆さんに、ね、元気なおじいね、ずっと前からこのアマゾンのファイヤーテレビスティック 4K ってやつをね、これずっとウォッチしてて、で、タイムセール、なんか今ちょうどプライムセールね、昨日と今日いっぱいまでかな、なんだけれども、その時だけ3980円で買えるんだよね。通常は6980円が3980円、3000円オフ、43% オフで、これがね、今ここでしょ、ずっとね、69%なんだよね。で、1年間の流れを見ると、この1年間で唯一タイムセール、10月の13日に4200円で販売していたタイムセールでね、まあ、おそらくなんだっけ、なんとかで10月だから、株社かなんかのあれだと思うんだけど、そこの時に1回4200円で売ってるけど、それがずっとこれ値段が変わらないだね。で、ここで1回4280円にやっぱセールになってるので、何かしらがあったでしょう。あとずっと値段があって、で、まあ、新品ここだと5480円というのが1回あるけどね、やっぱ5000円超えでしょ。なのでね、まあ、この黄色がアマゾンで、まあ、青が新品だからね、まあ、どの道ね、この3980円っていう値段はこの1年間で最も安いんだよ。今一番安い、この1年間で一番安い時よりも300円ぐらい安いね、4280円より安いということで、今ね、ずっとウォッチしてたんだけどね、これ悩むんだよね。で、ファイヤーテレビスティックって何かっていうと、HDMI のところにこう、テレビとかに挿すと、Amazon Music とか、ビデオとかね、あと、Hulu とか、なんだっけ、Netflix だか、なんか知らないけど、なんかいろんなものが見れるようになるっていうね、アメーバテレビとかね、なんかいろいろ見れるようになる。まあ、便利には便利なんだけど、まあ、1年前いっぱい使ってる方はね、延長かなんかで、くっつけないと、でっけえからこれを刺すと隣が使えなくなるとかね、なんかそういう人もたまにいるけど、まあ、そこではまあ知恵を使えばいくらでも回避できるんだけど、電源が必要になるんだよね、これね。で、Wi-Fi で接続するから、まあ、電波を拾いやすいところにないとっていう、本当下につけるとちょっとあれかなっていうね。で、おじの場合はもうパソコンでね、全部やってるから、これはいらないんだけど、じゃあなんで考えてるのっていうと、プロジェクターとかね、だから最近は YouTube とかさ、 Hulu とか、もう Android が入ってて、そうやって映せるのもあるんだけど、まだまだないものがあるんだよね。ちょっとあれが見れますか、これが見れますかっていうのがたまにあるんだよね。で、あと、モバイル、なんだっけ、ディスプレイみたいなね、ああいうのとかさ、何かこう、持ってれば、その Q&A に答えることができる。だから、実用することはないんだよね、絶対に。自分で使うってことはまずない。だ、今後、このファイヤーテレビスティックを、あれしかこうですかっていうのが、あった時にね、本当どうなんだろうなと思って、で、例えばプロジェクターなんかでもね、直結で、なんだっけ、電波通してね、なんだっけ、Wi-Fi とかで接続してやっても、例えば、Amazon プライムのビデオだとか、Hulu とか、なんか、そこら辺のやつは、著作権の関係があって、見れませんってよく書いてあるんだよね。それで飛ばしたものは。なんで、と思って。で、
アンドロイド搭載してるいろんなもの見えるやつのプロジェクターはどうなんだろう。それも再生できないのかな。どうなる。でも見れないと意味がないよね。で、このファイヤーテレビスティックの場合はちゃんとそのこれだと見れるんでしょ。あの、わからないけど、その著作権パスしてるわけなんでしょ、これだと。だからこれを使えば見れるけど、それ以外の方法で電波を飛ばしたりとか、ライトニングケーブルと一台まで変わってやった時は見れませんよっていう、そういうことなんでしょ。違うのかな。結局ゲーム機とかあれもそうだけど、特殊な秘密兵器をね、分配器を通すとテロンって映るけど、その機能がないとよく信号を切られたりするじゃん。だあれと同じで、これはそれをパスしてるから、これを買えば見れるってことなの。これどうなの。でもこれを持ってしてもダメなの。全部見れないの。見れるんでしょ。だからそこどうなのっていうね。ちょっとね、おじさんあんまり詳しくないんでね、本当興味がなかったんで。で、従来の第二世代よりも 80% パワフルになってるっていう。でもレビュー見るとそんなに大して変わらないよっていうのがあるんだけど、この世代、これのいいところは、まあ、4K に対応してるとは言っても 4K のね、ソースがあんま少ないんだけど、リモコンが今まではテレビやテレビで分けてたのが、大体有名どこのやつだったらこれ全部対応できるっていうね、リモコンのテレビの代わりになるっていう、そういうのもあるので、面倒くさくないっていう、まあ、そういう評価が結構多いのと、まあ、79,067個の評価なんだけど、そんなにみんな買ってんのっていうね。これおじいも一個持ってた方がいいのかな、どうなのかなって今悩んでんだよ。3,980円3,900円はアレクサ使わないしね。どうなんでしょう。で、検証にしようかな。昔はね、なんかこれ使いますかね。なんかあったんだよ。なんだけど、レンタルワイファイだかな。なんかの時はあったような気がするんだけど、でも最近、全然質問は来なくなったんだよね。質問っていうか、このファイヤーテレビスティックを使うことを想定したものっていうか、あまりない。まあだからおじいのチャンネルでやるとしたらね、ちっちゃいスマホでおじいを見てる方、これを買えば今お手持ちのテレビで元気なおじいが大画面で見れるよっていうね。でも白髪目出しばっかだからね。どうしましょう。でこれ実際皆さんどう、使い勝手どうなの。使い勝手、テレビみたいにピッ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 って使えるの。文字の入力とかどうするの。やっぱ面倒くさいの。だから斜め入力がしにくくなったとかってそういう情報もあったし、これね、今通常のファイヤーテレビスティック4980円からだけど、それよりも安いんだよね、 4K の方が、ね、だ今これお買い得なんだよ、すごく。で過去1年間で今が3980円、一番最安値でこの値段で売ってたことがまず一度もなかったっていうことだよね。問題は終了まであと12時間なんだよ。うわー、もうこれずっと悩んでるの、昨日からこれ、どうしよう1個持ってるとネタになるのか、それとも継承の役に立つのか、どう思う皆さん、ね、実際の使い方ってどうなの。すごくいいの、それとも あんまり過度な期待はしない方がいいの。これね、ほんと気になってんだよね。これ今3980円から悩んでるわけで、6980円じゃもう眼中にないからね、ほんと。ただ何だかの制度的にこう安くなってるのを見たから、あこれ今どうなんだろう、プライムって見たら、あ安くなってんじゃんって思って気になりだしたんだよ。昨日ね、もう 40% ポチろうかなと思ったんだけど、一応ずっと情報を見て、まあ、今必要がないものあれかなと思ってさ。で今ね、まして4月5月6月ってね、YouTube 全然動画作ってないしね、
そこにあの3980円って言うと大金だよ本当ね。うん、ね、どうしようと思ってね、どうしましょうどうしよう、一個持つべきか、いやいらないと思うよなのか、どっちだろう。ここだったら電波があるんだけど、パソコンいっぱいあるし、問題は下で検証したりとかする場合ね。でも電波が届けば、パソコン組んだの下持ってったんだけど、置きたい場所に置いたら、インターネット20メガぐらいしか出ないんだよ。で、あー、ダメじゃん、これ、と思って、置きたい場所に置けねえじゃん、と思って、じゃあ、光を玄関まで持ってって、で、線で伸ばしてここまで持ってきて、分岐させて、近ぶって、そうすれば、下が、で、Wi-Fi が強くなるから、そこまでやるってね、今、すごい考えてんだよ。どうしよう。ね、まあ、わざわざね、まあ、10メートルの長いケーブルで、もらったからね、余裕で届くんだけどさ、あれは。どうしよう。ね、そうすると今度、下から上に持ってくるためにね、また長いLANケーブルを考えてもらうんだけど、あ、ユークリーさんにお願いしてみようかな。確か扱ってたな、長いのな。ねえ、どうしよう。ここの部屋でもね、夏は下の方がすごい涼しいんだよ。畳だし、風通しがいいし、ここにいるだけで熱中症になっちゃうんだよ。ほんと。下パラダイスなんだけどね。だからほんとね、遅いんだよ、ネットが。どうしようかな。で、下持ってて電波が良くなったところで、ファイヤースティックをテレウーにつけてみる。で、使わねえだろうな、でもな、リモコンで操作すれば、パソコンでやった方が早いもんね。いらねえかな。でもいろいろ検証するのに1個持ってれば、質問が来た時に大丈夫なのかな。いや、実はね、ここでは紹介してないプロジェクターがね、なんか購入例かだっけ、プロジェクターでこれを指せば見れますか、それとも著作権で見れませんかっていうね、なんかメールで来るじゃん、よく。で、あーと思って、で、持ってねえから確認できねえやと思ってね。なので、まあ、プロジェクターはさ、まだこれから先もいろんな案件来るだろうからね、一個持ってた方がいいのかな。でも今みんなこれ搭載し始めてきてるから、今この機能がついてないやつも多いけど、でもみんなね、Android 搭載してきているから、今更ジローみたいな気もするし、どうしようって感じで、まあ、そこで、まあ、残り12時間なんで、まあ、皆さんに聞いた方が早いかなと。僕は、あ、こんなのいらないよ、必要ないないっていう意見もあるだろうし、いや、実際使ってるけどね、あ、もう G だったら全部ダメだと思うよって言うかもしれないし、分かんないんでね。とにかく3980円でね、この Fire Stick 4K ね、通常よりも上位モデルなんで、それがこっちの方が安く買えるっていう、あと12時間のチャンスなんで、これね、こんな値段で買えることはないからね。この1年間でもう今日ラストあと12時間、これ最後なんで悩むよ。次はまたなんか安くなるとしても、かぼちゃのシーズンかね、クリスマスか、また年明けか、何かしないとこの値段にはならないでしょう、きっと。だからこれ値段をずっとね、キーパー見てる皆さんもね、本当で売り出して900日なんだけども、これと同等値段がね、過去900日を全部見ても3980円はない。で、セールをやったのが2回で、7月の12日だから、これね、何年前か分かんないけど、2018年に 44% で、去年の10月に4200円で、今回 39% だから、
こう来てるから、みんなキーパーで見てみて、最安値だから。ね、おじい結構ね、こういう最安値見つけるの得意なんだよ。わあ、悩むなあ、悩むなあ、ほんと悩むなあ。じゃあおじいの悩んでるのに、じゃあ俺買って試しようっていう、まあ一人でもね、そんなに安かったって、この情報が役に立てばまた嬉しいけどね。どうしよう、とりあえずプライムビデオ、 YouTube だ、プライム会員になってないと意味がないからね。で、アベマ TV が見れる、ネットフリックスって知らないけど、なんかこれが見れる、Hulu が見れるね。これでも、1ヶ月無料の時は嬉しいけど、それ以降で、ね、結構いいお値段するんだよね。あ、TVer。あ、TVer 見れるの？スマホでしか見れないでしょ、TVer って。よく見逃しちゃうんだけど。あ、TVer 見れるの？これいいかもしれないね。で、FOD ってなんだろう。ね。まあ、プライム会員はおじい、まあ一応プライム会員にはなってるんで、1年間で入るからね。まあ値上げしてからいらない派で、たまにしか入んなかったんだけど、でもやっぱね、YouTuber やってると、やっぱりプライム会員だと便利なんだよ。欲しいものがすぐに来るっていうね。このビデオカメラのコードも今また調子悪いんだけど、カメラが調子悪いんだよ。なんかこう黒いのがなんかこうなってピンってやって戻すと、数秒後にビックリマークになって電源入れ直しってね。でコードもさあーってなった時に、コード1本でもすぐに発送してくれんじゃん。だからね、これいざっていう時にね、1ヶ月500円ぐらいだったらね、年間通すと、年間払いだと4900円だから確か安いんだよ。で、まあ、ビデオとかね、今ミュージックはちょっと使ってるけど、まあ普通の一般の方だったら元取れるよね、1ヶ月500円はね。おじい動画ばっか作っててね、今まで見る時間なかったっていうけど、今結構なんか年々なくなっちゃって、なんか記録がなくなっちゃってるもんでね、グレーとして一日終わっちゃってるんだけど、だからプライムに入ってる方はこれ持ってるといいかもしれないけど、でもパソコン持ってたらいらないんだよこれ本当。パソコン持ってたら、悩ましいなということで、皆さんのねご意見もお待ちしております。いらないかな悩むね。3980円だからねこれね、知ってたみんな。今までは全然興味なかったんだけど、その案件でね、プロジェクターみたいなのが来ると、これをつける、使えるのかどうなのかっていう検証が意外と見てもらえるのかな。でもまだおじいレベルの登録数と再生数じゃ、そんなに役に立たないのかなって。だって質問が来ないんだもん、だってプロジェクターの動画出しても。ねえ、おじい、Fire TV スティックでも見れるのかなとかってくればさ、あ、じゃあちょっと持ってなくてごめんとかさ、じゃあ次買ってこねってなるけど、いないからさ、なくても困ってないんだよ。どうしようかな。でも今後のことを考えるとな、でもなんか今後ニューバージョンが秋に出るよってね、真っ先に送るねって言ってくれてるプロジェクターも、このアンドロイド機能搭載したやつ出すよって言ってるから、だから次来る予定のやつはもうそれついてるからいらねえんだよな。悩ましい。ということでね、さっき朝ごはん食べたばっかなんだけど、もう12時6分ね。おじいね、ほんとね、よくも飽きないっていうぐらいね、なんか鶏肉のなんか揚げたのと、ハスとごぼうかな、で和えたなんかね、気に入ったお弁当があって、もうねお弁当買う時ねそればっかなんだよ。めっちゃ美味しい。なんか今までさ、ハスレンコン、ハスみたいなとかごぼうとかあんま食べなかったんだよ。まああれば食べるけど、あえて好んで食べなかったんだけど、
そのまあ味付けも美味しいんだけど、なんかそういう今まで食べなかった根菜類っていうのかな、なんかを好んで食べるようになったんだよ。なんか、不思議だね今まで。あの なんかこうほら煮込むやつとかなんかあるじゃん、なんていうんだっけ、よく煮込む、いろんなのあるじゃん、なんか煮込むやつね、手間かかるやつあるじゃん。 ああいうのだからね、あんま好きじゃなかったんだよ子供の頃から、でもなんかね親父はよく作ってたんだけど、まあ、ブチブチ文句言いながら、まあ、食うもんねえからしょうがねえなってしまみに食ってたけどいや死んじゃって亡くなっちゃったらなんか急に寂しくなっちゃってさ、なんかああと思ってね、そういうお惣菜買ったりするんだよ本当ね。だんだんあれだろうかね、体が求めてくるのかね、そういうなんか野菜とかなんかそういうやつ。野菜は結構好きだよ、野菜はいっぱい食ってるよ、キャベツとかレタスとかで、ね、昨日もなんだっけ、あれ買ってきたよ、あのピーマンの黄色いやつなんだっけね、マキシマで韓国産って書いてあったけど、安かったから買ってきたけどね、結構好きなんだよ美味しい野菜はね。まあいいや、終わりましょう。また今日もお弁当、いつものお弁当買ってこようかな。なんかね昨日も同じ弁当、その前の前もそうだったし、ね、結局なんだかんだ言いながら同じ弁当なんだよね。だから今週は一回はそばを食いに行くね、そば食いに行くぞ、低層卸食いに行くぞって思ってるんだけど、なかなかねお昼時は嫌じゃないか、混むからね。で午後になっちゃうとなんかシューンってこう気持ちが沈んできちゃってね、なんか出かけようっていう気持ちがなくなっちゃうし、なんかねなんかダメだね、一人だとダメだね、なんかこうタイミングがない、きっかけがない、なんかねよし行こうっていう、ね、お蕎麦食べたいな、お蕎麦ね、親父がいればね、そば好きだったからね、そば食いたいって言ったら、あ、じゃあ行こうっつってね、パッとこう行くんだけど、自分がそば食いたいなと思っても面倒くせえ。みんなそういうのある、やっぱり、ね。誰かのためだとスッて動くけど、自分のためだったらなんかあんま動かねえって、ある?そういうのって。ね、これ逆パターンもいるよね。人のためには絶対動けてもねえけど、自分のことだったら立ったか立ったかも動いているよね、そういう人もね。まあ、性格の問題なんだろうか。はい、そんなわけでね、まあそうだね、静岡県民特になんか、あれだしね、お人よし世界だとかもあるし、せっかくなるかもしれないね。はい、ファイアースティックの 4K、皆さんのご意見はいかに。またね、バイバイ。